どうも皆さんこんにちは。宮園学のお立ち聞きの時間です。今回もやってきました宮園学のお得な知識、略してお立ち聞き。今回もこの方とご一緒にやっていきたいと思います。トキさん、よろしくお願いします。斜め前の声、トキタコウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うっせえよ。ということで、ちょっといつもとは違った登場をやってみました。はい、ということでですね、今回もやっていきたいと思います。グダグダトークでオタクトーク、宮園学のお立ち聞きでございますけれども、今回紹介させていただくのはですね、はい、まあ、こちらいつぞやの歌吉というイベントでも散々語り尽くしたんですけれども、8月の24日、はい、まあ、前回のお立ち聞きの方でですね、宣伝させていただきました、うん、歌吉第15回記念スペシャルでですね、うん、なんとガールズ&パンツァーの秋山ゆかり役、中上郁美さんがゲストで来てくれるということで、今回ですね、その、まあ、予習といいますかね、振り返りも兼ねて、またこちらのガールズ&パンツァーについて語らせていただきたいと思います。あ、聞きたいね、それは。はい、ということでですね、じゃじゃん、はい、こちら7月25日に発売になりましたガールズ&パンツァー、これが本当のアンチ予選ですという OVA なんですけれども、はい、こちらはですね、テレビシリーズが終わりまして、その後、作られた OVA なんですけれども、こちらが本編では語られなかった、まあ、戦車道の全国大会がですね、うん、開催されまして、1回戦2回戦準決勝決勝とやってるんですけれども、こちらの2回戦だけテレビシリーズではどうしても時間の都合で放送されなかったんですね。はい、その2回戦の内容を今回は OVA にしたというのが、これが本当のアンツ予選ですね、ですけれども、はい、こちらの OVA、7月の6日からですね、全国14館で、ミニシアターで、全国上映されておりまして、はい、でそちらでもですね、こちらの OVA 先駆けて販売されていたんですけれども、なんとこの OVA ミニシアターランキング、動員数がナンバーワン、週間ナンバーワンを獲得いたしまして、うん、さらに全国、観客動員数が、11位を獲得したということが、ミニシアターでこれはすごい快挙なんですよね。 OVA でしかも、こちらイベント上映なんですよね。イベント上映で OVA を上映するっていうだけなんですけれども、これ全国で観客動員数14巻でですよ、14巻で、11位を獲得したという。すげえな。すごいですよね。俺も戦車好きだけど、実はね、俺まだ見たことないんですよ。見たことないですか、トキさん。はい、一応もまだ見たことないです。ああ、残念だな、それは。今度ブルーレイ持ってきます。いやいやいや、自分でちゃんとレンタルします。あ、そうだ。さすがだな、分かってるな。ね、まあ、そのやっぱり、まあ、その作品の人気といいますか、うん、そういったところがですね、まあ、すごいんですけれども、なぜやっぱりこのガールズ&パンツァーは人気があるのかというところをですね、私なりにいろいろ考えまして、昨今話題になっているのが、この原作アニメの使い潰しというのがですね、最近ニュースとして取り上げられたんですけれども。お、それどういうことですか。というのもね、ですね、最近放送されていました極国のブリュンヒルデというアニメがありまして、こちらですね、途中まですごい原作に忠実にいい感じに放送してきたんですけれども、うん、なぜか最後の2、3話ぐらいで、ものすごい原作の例えば4巻分とか5巻分を1話に一気に詰め込んじゃうみたいな、すごい、今ちょっとね、今まで順調にこの丁寧に丁寧にキャラクターの心情を描いてきたのにもかかわらず、そこで駆け足で詰め込んじゃって、一体これはどういうことだと
ちょっと話題になりましてですね、うん、まあ、というのももともと2クールで作る予定だったんじゃないのかというあの話がありまして、2クールで作る予定だったものが急遽1クールになってしまってしょうがないから最後の 2,3 話でその話数を詰め込んじゃわないといけないようになったのではないかなという、まあ、憶測なんですけれども、そういった話があるんですね。というのもやっぱり、まあ大人の事情ですけどね、その辺はあのテレビ局との放送の関係もあるでしょうし、うん、まあ、制作陣の都合もあるんでしょうけども、やっぱり ね、 ファンとしてはね、そう、原作のファンとしてもやっぱりアニメ化になるというのはすごい嬉しいことじゃないですか。ただ、まあ、それに対してもやっぱりファンに対する裏切りといいますかね、うん、まあ、そういうところもあるでしょうし、まあ、すごい残念なところではあるんですよね。まあ、昔もありました、そのカウボーイビバップなんかもですね、あのこちらテレビ放送は、まあ、2クールを予定していたものがですね1クールになってしまって、その後またあの DVD なんかで全話収録されて、まあ、そこであのすごい作品としての評価が高まったわけなんですけれども、まあ、やっぱりこういった、ね、大人の都合で、まあ、こういう作品が縮小されてしまうとか、うん、まあ、良くないものになってしまうというのはすごい残念なところではあるんですよね。まあ、そこにこのアニメとして、まあ、作品として、まあこれ、まあ、長いかおい長いですか、もう長いぞ話もうちょっと喋りたいなちょっとまとめな。だってガルパンのことまだ全然喋ってないです。だからそこのところをまとめてガルパンに戻そうぜ。わかりました。じゃあですね、あの、まあ、この作品としていいものか悪いものか、うん、この2つしかないと思うんですね。うんうん、でやっぱりこのガルパンの何がいいかと言いますと、その辺あのやっぱりオリジナル作品としてこちらも作られてるんですけれども、うんうん、まあ、スタッフの頑張りというか、その作品に対する熱意というかですね、はいはい、その戦車ものを、まあ、このアニメでやるのってすごい難しいというふうに業界では言われてたらしいんですよね。音もだって実際の戦車のやつを使って、実際の戦車の音も使って、はい、ディティールもかなりこだわってます。今回その OVA で関われているあのイタリア軍交渉の吉川和則さんなんかも、うん、このイタリアの戦車を再現するためにかなりの手直しをされたと言われております。で、まあ、この OVA もですね、2014年の春公開といった話だったんですけれども、まあ、あの実際公開になったのが7月ということで、まあ、あの長い春だったなというふうに今年の春は長いなとみんな言っているんですけれども、そのやっぱり作品に対するあの熱意、うん、これがやっぱり視聴者にダイレクトに伝わってくる、うん、これがやっぱりこの作品の一番の魅力なのではないかと私は思うわけですよ、ね。まあ、そこでクオリティをあの落とさず、あの、まあ、ちょっと、ね、2回総集編もテレビシリーズでは挟んでしまいましたが、それでもやはり最終回はファンを裏切らずきちんとしたものを仕上げてくるっていう、このやっぱりね、そこはプロとして の、 あの作品に対する魂を感じられるんですよね。そこがやっぱり見ている人にもダイレクトに伝わって、この作品への情熱というのがまたこの作品に返ってくるというのが、まあ、こういうあの作り手とこの受け取り手としてのね、うん、あのこういう循環が回っているのがこのガルパンなんじゃないかなとすごい思うんですね。僕がこの前ですね、あの聖地大洗に行った話もあるんですけれどもしたいの？したいけど、いあの時間、うん、じゃあ3分ぐらいで待って、3分ぐらいですか、わかりました。あの、まあ、この間あの4月の20日にですね、こちら茨城県は大洗、こちらの舞台になっているところなんですけれども、はい、そちらであのこちらの曲がり松商店街、100円商店街というイベントがありましてですね、でそこでこちら の、 あの OVA の舞台挨拶としてもあのスタッフトークショーなんかも一緒にやられてたりして、僕もこちらの方に遊びに、大洗に久々ぶりにですね遊びに行ったんですけれども、まあ大勢のファンの人と地元の人がですね、もう一緒くたになってやっぱりこのイベントを楽しんでるわけですよね。あの
この大洗いにこの活気をもたらしている現在 の、 そのガールズ&バンザーというのもですね、まあ、アニメがこの、まあ、茨城県の大洗いというまあ港町なんですけれども、まあ、震災ですごいダメージを受けていたところだったんですね。ただやっぱりこのガールズ&バンザーという作品を受けて街がすごい活気だって、まあ、こちらに来るガルバのファンの人だとか観光者たちとかね、そういう人たちのためにこう街を盛り上げていこうというふうになって、まあ、すごい今活気立ってるんですよね街が。ガックンがそこ行って一番気に入ったことって何？ここへ行って一番気に入ったことですか、うん、そうですね、やっぱり街の雰囲気ですかね。どんな感じなの？まあ、言っちゃなんですけれども、ちょっとやっぱり田舎の方なので、うん、普段はやっぱり閑散としてるんですけれども、その中にポツポツとやっぱりいるわけですよ。ガールズ&パンツァーのファンたちが行って、うん、でそこで町の人と地元の商店街の人たちと交流してるわけですよね。どんな交流するんだ？やっぱりリピーターの人たちは、うん、まあ、毎週、まあ、月1回とか毎週とかね行ってる人もいるわけで、その中でやっぱりもうみんな顔見知りなんですよね。だからもう世間話みたいな感じで、また来たよみたいな感じでそこの商店街のものを買ってお土産で買っていったりだとか、そういった触れ合いっていうんですかね。そこにガルパンのものって何か？ガルパンのもの、その地域の人たちがガルパンのグッズをいっぱいすごい作ってるんですよ。うん、例えば呉服屋さんがあるんですけど、はい、昔ながらこちらのところがですね、ガールズ&パンツァーのタオルなんかを作ったりしてます、ね、え、何種類かあったりするの？もちろん何種類も作られてるんです。じゃあもうそれ揃えてみたいとかっていうところがある。そうです。でしかも、この街中にある喫茶店、うん、喫茶店なんかもあるんですけれども、こちらのところで、まあ、ガルパンとのコラボメニューとして、まあこちら、まあ、今イタリア軍のですね、うん、モチーフになってるんですけれども、まあ、イタリアといえばパスタということで、うん、この出てくる中のキャラクターをモチーフにしたアンチョビのパスタとか、うん、そういったガルパンのモチーフにした商品を作ったり、でそれを購入してもらった人にはそのガルパンの缶バッジなんかをつけたりとかしてね、で町全体がそのガルパンと一緒になってこうやっぱり町を盛り上げていくっていう風な流れで、そこにすごいあったかいものを感じるんですよね。人と人との触れ合いというか、そのガルパンを通じてのこの地域の人たちの交流というか、なんかガルパンをしてる街だとかっていうのが言ったらもうなんかすぐ分かる感じってあるの？ありますあります。もう街中の至る所にこのガルパンのキャラクターパネルなんかも立ってますから、もう店先にこのキャラクターがいるわけですよ。さらに看板であるの？それとフィギュアがあったりとかするの？看板ですね、等身大のポップが立ってるんです。もうそれどころかですね、もう大洗の駅を降りたら大洗の駅の中にでっかい看板がもうガルパンのやつがドーンと立ってるわけですよ。で駅の購買なんかもガルパンのグッズがいっぱいあって、じゃあ駅降りたところから結構楽しめそうだね。楽しめます楽しめます。もう駅電車乗るところから楽しめますから、ラッピング電車っていうのも今走っててですね、はいはい、このガルパンのラッピングが施された列車が今走っておりますので。あれってさ、内装もいじってあったりするの？内装もいじってあります、まあ、内装もいじってるというか、そこにまあちょっとシールを貼ってるような感じなんですけれどもね。で、こちらの海水浴場なんかもね、観光地ですのであります。でその海水浴場の、まあ、海開きの告知ポスターなんかもこのガールズ&バンザーを使ったりだとか、あとはその現在やっているのは水戸にありますサッカーチームとですね、今 J2 にいるんですけれども、うん、このサッカーチームとコラボレーションをして、この公式のなんかアナウンスだとかそういったのもそのガルパンの声優さんたちがやったりだとか、公式スポンサー、そうです、公式スポンサーにもなってたりしてですね、すごい今本編が終わった今でもこのガルパンという熱がすごい今やっぱり大洗の街を活気づけてるんですよね。なんかコラボレーションするのはいつまでだって日付決まってるの？全然だからこの後もやっぱりガルパンのシリーズ劇場版も決まってますので、 まだまだずっとやっていくんじゃないですかね。なるほどね。続く限り早いうちに行って、だんだんこう同じものってわけじゃないだろうから、いろいろ変わると思うんで、
なんかこうちょこちょこ違いをね見に行くのも楽しそうだよね。もちろんです、すごい楽しいですね。だからもうガルパンを好きな人はぜひこの大洗も、あの普通の観光所としてもですね、海産物も美味しいですし、ね、海水浴も楽しめますし、ね、あの本当にいいところでございます。僕この大洗に行ってすごい日焼けをしてきました。あ、そうか、それでそんななってんだ。この見てください、腕時計の日焼け跡、恥ずかしいガルパンの愛なんだ。これはですね、もう一日中、まあ、野外のイベントでしたのでね、あの日焼け止めも塗るのも忘れて楽しんでおりましたので、その結果こうなりました。はい、野外のイベントで何やってるの？その7月の20日にそのやっていた100円曲がり松商店街という、まあ、野外でちょっとあのトークショー、ね、100円って何なの？あの普段はあの例えばお団子とかを150円とかで売ってたりするところを100円で買えるよという、あ、一律そう100円っていう商品を、まあ、目玉としてその100円商店街っていうのをやってるんですね。うん、ねえ、この動画を見てて引っかかってる人いっぱいいると思うんだけど、さっきから飛行機をふうふう思ってたね、あのぜひね、この大あの作品が好きな方はぜひ大洗にも遊びに行ってほしいと思います。はい、でそれに関係する声優さんと、なんだっけ、その、こちらね、設定の方、そうです、イタリア軍交渉されている吉川和則さん、こちらも8月の24日、歌吉第15回のゲストとしていらっしゃいますんで、そちらの方、ぜひともね、皆さん、あのガルパン好きの方は、ガルパン好きの方ではなくとも、あの楽しめるイベントですのでね、ぜひとも皆さん、遊びに来ていただければと思います。好評ご予約受付中でございます。はい、貼っておきます。はい、今回特にやはり長くなってしまいました、やはりですね、愛情が深いとこんなにも長くなってしまうということで、あのいいかな、もうもう、まあ、まだまだ語り尽くせないんですけれども、うん、ガルパンへの愛は、はい、今回はこの辺でお別れしたいと思います。バイバイ、バイバイ、しゃべり疲れちゃって。